大谷翔平は6回3安打2失点の好投で、チームトップタイの7勝目を、マークエンゼルスの大谷翔平投手は12日、日本時間13日。本拠地でのブルージェイズ戦に、1番、投手で出場。投げては6回2失点で、今季7勝目。打っても3打数1安打1死球の大活躍。防御率。本類だ。 打点。脱三振など投打でチーム14巻の成績となっている。本塁打王を争うゲレーロジュニア。との直接対決に注目が集まった一戦。投げては6回3安打に失点。6脱三振の回答で自身6連勝となる7勝目を挙げ。打撃も。 初回の第一打席で中越えに塁打と投打でチームを牽引した大谷翔平だが、チーム内での成績も規格外だ。この日の7勝目でチーム最多たイとなり、防御率に93、92イニング、112脱三振。 さらに打撃でも38本塁打。16盗塁。84打点。54四球。77得点。2塁打25本。3塁打5本。出塁率。363。超打率。655。 オップスイッチで。リ17がチームトップ。投手。野手でチーム14冠とその活躍ぶりが妙実に現れている。大谷翔平は試合後。ゲレーロージュニア。との勝負を楽しかったですね。ブルージェイズ打線の全体的に言えるが、いい打者が多い。 その中で中軸を打っている選手はトップクラス。楽しかったですと振り返っていた。打って、投げて、走って。チームの一の成績を残す二刀流に今後も目が離せない。大谷翔平。投手野手、チーム14巻の内容、投手、防御率に。 93勝利数7勝イニング92回、脱三振112個、野手、本塁打38二塁打25三塁打5打点84得点77死五5 4個、盗塁16個出塁率。363超打率。655、オプス1。017大谷翔平。ゲレーロジュニア。への、姿勢に。 指揮官は、最敬礼、野球を楽しんでいる、正々堂々と勝負する姿に、往年の名選手を重ね、カルリプ県を思い出すエンゼルス63ブルージェイズ、日本時間13日アナハイムエンゼルスの大谷、翔平投手は12日、日本時間13日。本拠地でのブルージェイズ戦に、1番投手で、出場。6回3安打に失点の高騰で、 今季7勝目を挙げた。打っても3打数1アンダー1死球の活躍を見せたに、投流に。ジョー・マドン監督は、恐れ知らずだ。正々堂々と勝負していると、満足げな表情を見せていた。5点リードの4回に2本のタイムリーを浴び2点を失ったが、最速98。7マイル約、約158。 8キロの直球と切れ味鋭いスライダー。そして、砲塔スプリットを武器に、ブルージェイズ脱線を、翻弄。2ヶ月半負けなし。自身6連勝となる7勝目をマークした。投打でチームを牽引した、大谷翔平の活躍ぶりに、マドン監督も、何よりも多様な変化球を非常に素晴らしい請球で、投げていた。 いくつか素晴らしいスプリットも投げていた。彼は恐れ知らずだ。正々堂々と勝負していると賛辞を送っていた。どんな相手でも真っ向勝負で挑み。冷静に自身を分析しながらプレーする大谷翔平の姿に指揮官はカルリプ剣を思い出すと回想し。翔平もそれと同じようにプレーしている。 ネガティブなことがあっても振り切って、次の球や打席に臨める。なぜなら自分がしていることを本当に楽しんでいるからだ、と語っていた。また、この試合では、本塁打王を争うゲレーロジュニア、との対決も注目を浴びていた。初回に、サゼンダーを浴びた場面を振り返り、大谷は、笑顔で、ゲレーロの方を見ていた。 次の打席で彼からアウトを取った後にも何かやりとりをしていた。いつも陽気で野球を楽しんでいる。その側面を失わせるわけにはいかない。私たちも彼のようにもう少し楽しまないと、と。大谷翔平の野球に対する姿勢に最敬礼だった。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。